セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連のゆとりです。セブンズ TV メンバー人間体感キーバラスです。ということで動画が始まる前に、私たちのアパレルブランドセブンズよりお知らせがございます、はい、まず一つ目は前回販売しましたセブンズジャージ、はい、あちら完売していたんですけれども、はい、再販が決定いたしました。それだけじゃありません。今回新商品が2種類。まず一つ目はこちら、スマホカバーですね。ちなみにこれ iPhone 限定になっていますので、 Android の方は使えないんですけれども、 iPhone ユーザーの方はぜひ、まあ、iPhone のどの機種に対応してるかっていうのは結構対応してるんですけれども、販売ページで確認していただくという感じになります。そしてもう1種類、そちらはですね、おそらく再販されるジャージを北島君がプレゼンしてくれるとのことなので、そちらの映像をどうぞ。はい、こちら新商品紹介会場の芝生でございます。本日紹介する商品はこちら、ベベセブンズキャップ。有名ブランドも使用している国内工場で一つ一つ手作業で仕上げられた一品。見てください、 3D 刺繍と平面刺繍を組み合わせた超豪華仕様。さらにこちらにはですね、セブンズの赤いタグがついていますね。かっこいい。そして何より嬉しい、サイズ調整簡単にできます。なので男の人、女の人、頭が大きな人、頭が小さな人、誰にでも対応しております。さらに黄色のステッカーついてきますので、キャップのここに貼っていただいてもいいですし、好きなところに貼っていただいて結構でございます。というわけで会場のゆとりさん、わらさん、お返しします。はい、ということで芝生さんの素晴らしいプレゼン動画でした。さすが、欲しくなっちゃったもんね、うんうん、そしてこちらの今紹介した商品たちですが、今この瞬間3月19日の21時から受付開始しております。そして3月27日23時59分が締め切りになりますので、はい、この期間内に注文していただければと思います。発送は4月下旬から順次発送いたしますので、お待ちください。ということで宣伝も終わりまして、本日の動画はグッチバリ神会かな。まあだってね、こういう商品紹介があるときはいつも神会。この宣伝の時間がある代わりに神会で総裁するみたいな。まあそうだね。じゃあということで、はい、神会ごちもり皆さん楽しんでください。それではごちもりへゴー。はい、といったわけで抽選でございます。抽選参加人数が180名様ほど。はい、行きます。それめちゃくちゃいいじゃん。これだから YouTuber は。19番、そう、抽選でございます。いきゃ、うん、半分くらいか。はい、入場です。行くぜ行くぜ行くぜ。まあみんなね、上の階行くわな。まあ、どこの島に入るかは決めてるんで、あとは台が空いてるか、空いてなかったら空いてなかった時に考えよう。さあどうなるか。奥の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 、これ KISP だ。あれ、あー、ねえんだねえんだ、やばい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 、ここしかねえんだ。あ、あった、空いてるわ。セイントセイヤ名誉復活、空いてると思わんかった。ラッキー、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。しまった、大人気エリアに来てしまった。いや、すげえ混んでるわ。すんごい混んでる。あ、俺これ打つわ。ロリクラホールド。こいつから行きたいと思います。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。セブンズ TV メンバー人間体感キーバラスです。ということで本日は神奈川県横浜市戸塚区神谷部町にてごちもり。ごちもり。今回の企画はメンバー2人で行うゆるい出玉バトル。勝った方が負けた方に飯をおごる。でもどっちもマイナスなら負けた方がおごる。勝っても負けてもいっぱい食えよ。抽選人数がですね、180名ほどだったので、はい、じゃ抽選番号と取った機種行ってきましょうか。まあ、抽選良かったんで、はい、あなたから。私180名中なんと19番引
きまして、素晴らしい、取った機種セイントセイヤ名誉復活、取れたんだ、はい、え、初打ち、初打ちでございます。おお、いいですね。もう何も情報を入れずに無垢の状態で打ちますこれは決してサボりではなく裸で向き合いてと思っていたので、情報を全てシャットダウンしまして向き合います。5号機とか6号機の概念を全部なくしてシンプルに後継機と思って、うん、そのワクワクで打ちます。あ、いいですね、はい、いや、じゃあもう安心ですね、今日はこの動画この動画しかありません。だってワロスとセイントセイヤーだから、もうセブンズ TV が誇るね、一番強い武器だから、ここワロスとセイントセイヤまあ再生取っちゃってるからな、うん、いや楽しみですね。じゃあ僕はですね、94番半分くらいか、悪くはないよね、まあ悪くはないって感じで、はい、上の階に行っていろいろ見たんですけど、ね、歩いてるうちにどんどん人が来ちゃうから、もうやばい、次何か思ったの決めようと思って決めたのがロリクラホールドってやつ。あ、ロリクラね。あ、じゃあこの動画安心だ。なんでゆとりと言ったらロリクラだから。なんでそこは動画されると一回も動画になってない。一回も取りためてっからな。一気に出してってゆとりの側もさ、セブンスティービーが一週間で、そんなに評価されてる俺のロリクラホールド。本当に一回だけ打ったことあるよ。でもあれね、三択当てるだけで1000枚出るのよ。あれね、そう。分かんないんですよ。いや、なんかね、バロスさん打ってくださいよ、打ってくださいよってよく言われるから、名前だけは覚えてたけど、あ、それだ、三択一千枚のやつだ。そうそうそう、はい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 。だからなんか、まあ俺が過去に言ったらお蔵入りしてるけど、 あれだね、全然3択取れなかったか。いや、2000枚くらいもう負けてて、ロリクラホールド打ったら1000枚くらい出て、ちょっと帰ってきたんでやめますっていう。危ね危ね、ちょっと帰ってきたんでやめます。最近ちょっとゆとり実践逃げがちだねっていう。まあ、まさにその動画YouTube に残ってる以外にもそういう文言してしまってなくて、うん、あれあれ。なるほど、今日は向き合うわロリクラホールドと。まあ今日見せはすごいだろうね、うん、だって3択当てるだけで1000枚なんだから、つまり10回やったら1万枚よ。そんな1ゲームでみたいに来るわけ、感覚が。300ゲームくらい回さないとこない。なるほどね。まあまあ、その1000枚の攻防と、まあ、僕とセイントセイヤーの攻防、これやばいな。もしかしたらね、もうとんでもない出玉バトルになるかもしれないね。いや、もう6号機でも関係ないやん、セブンズ TV みたいな。こんな7000枚8000枚の戦いするかみたいな。これで、ね、この動画でもう何も起きてなかったら俺たちの未来は暗いよ。暗い、まあでも、はい、明るい未来に向けて戦っていきたいんですけれども、まあ、ごちもりということで、まあ、いつもテーマ決めてますから、ね、はい、今日何にしますか。まあ、今日はもう特別な日なんで、うん、まあ、日本人の特別な日、うん、すき焼き。あ、いいですね、すげえ寒いし今日。そうだね、あったかいもん食いたいし。そうだね、まあ、だから勝ちに合わせたすき焼き、うん、ちょっとして勝てなかったら、うん、鶏でも豚でもいいから、なんとかすき焼きって形を作って、で、もしもうめちゃくちゃ勝ったら、うん、そういう店に行けばいいし。あ、なるほどね、いいですね、行こうよ。じゃあ今日はすき焼きを目指して、はい、セイントセイヤ名誉復活とロリクラホールド A5 ランクの動画を目指して頑張ります。頑張りましょう。ということで早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、おはようございます。私、セブンズ TV メンバー人間体感キワロスです。本日はゆとりとごちもり、朝一取った台はセイントセイヤ名誉復活、初打ち特別な回なんでしょう。いきます、初打ちファーストレバーオン、きたな聖域モード。これ1000ポイント溜まってルーレット回り出した時のがっかり感はね、うん、これルーレット回ってほしくないな。ああ、よかった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 。あー、でも、あ、ルーレットや、結局ルーレットや、すぐ線溜めて回すもんな、ルーレット。やっぱルーレットやっちゃうか。あ、でもなんか前みたいに刻んでるね。あ、線溜まって緑になった。あー、アクションありました、当たったね。次回お得。あー、もうそのままいく感じだ。ビクターバトル、この要はコスモチャージも開けて何パーセント投げるかってことね。ここで引いちゃうね。効果して割といいから、やらせてね。なかなかいいよ、黄色。さっき青であんな言ったから。あー、シュン、やっぱあの水平が何かしたっぽいね。67%、でも
あの継続ストックあるんで 67% を2回通せばいい。さあさあ落としました。全然枚数増えてないけど平均。あいや、何変化違うから対戦相手も変わってくるんだ。また名前覚えないと。セイントセイヤって判件が好きなわけじゃなくて、セイントセイヤ海洋北星っていう台が好きなだけだから、ストーリーとか知らないけど、ここで引いちゃうのが腕力スロッター。余裕だね。ここも突破するでしょう。はい、バトル継続。はい、ラストバトル。これサオリさんでいいの？ちょっと悪そうなサオリさんじゃないこれ。でももう赤背景で絶対強いはず。せーのと、食らっちゃう。でも、いやもう悪魔的引きの強さや。関係ないや。俺がスペクター。 OK、 初めてのスペクターバトル突破しました。さすがセイント、レアルセイントボラス。じゃあ初の AT 行こうか。セイントラッシュ確定。もちろん初期ゲーム数決めるような、そうだよね、ペガサス降臨。ペガサス降臨だよね。で5ゲームしかない、かなり限られている。マイマイ、はい、50枚で少しやったようなことだよ。あ、継続とかするんだ。これ面白い。ちょっとおかしいなって思ったんだよ。はい、レア子役引いていく。おっと、この精神タイプはチャンスね。ラストで50枚継続しろ。あ、いや、フェルでも終わるんだ。いや、結構やったっぽいな。190枚、ナイス。まあちょっと、まあこれ見れればいいよねって感じあるよね。なんか焼き増しじゃないからね、すげえ新鮮で楽しめている。どんな演説が来るんだろうっていうワクワク、時代のいいところ出てるわ。はい、と、おい、もう演技中までルーレットさせるな。チャージも変わらん。あ、これで枚数か。え、結構な。え、いくよ。80枚。左上のゲーム数で見ちゃうけど、実際はこっちのゲーム数というかこっちの枚数で終わりだから、もう余裕ないんだよね。あと15ゲームくらいで終わっちゃう。でこのタイミングで赤シャッターで多分これが溜まるんだ。あ、いや、もう何これ、ルールもよで終わり。絶対デフォルト。この背景投資が1万円なんで、まあ、ほぼほぼトントンだね。あ、有利区間決めるとまたバトルからスタートみたいな感じかな。それは面白いよ。いっぱい出るじゃん、突破できれば。残念、失敗しました。はい、ということでロリクラホールド打っていきたいと思います。いきます。1回打ったことあるんよ。小冊子性的サムシングは盗まれてるね。300ゲームくらい回すと絶対に3択チャンスをくれたはず。8点、なんかチャンスアップしてる。あれ、チャンスアップしてない、これくれ。お、いったわ。これでチャンスゾーン160ゲーム。さあこっからよ。当てれば1000枚、外したら0枚。右、うわ、ダメだったってことでいいんですよね。なるほど、まあこういうことですわ。もう今欠損1000枚。まあここは引き戻しゾーンみたいな。残念、こういう台ですね。さあこれで部活の時間、このステージに来ると
チャンスとされてる。あーダメだったわ。え、これ物質に行くとリセットされちゃうんだゲーム数。知らなかったな。え、ちょっと待って、天井を完全に勘違いしていましたね。物質ステージに行くだけだ。じゃあ俺前打った時はラッキーだったんだ。てっきり確定なのかと思ってました。チャンスを失礼。はいどうぞ。はい、え、ありますよ。失礼な。勝つ気ありますとか言われたから、もうこれで死ぬほど勝ってロリクラホールドの素晴らしさを世に見せるわ。はい、やりました。583ゲーム、投資が2万1000円。まさかね、物質をスルーするとゲーム数がリセットされるとは思ってなかったわ。まあでも冷静に考えると333ゲームハマっただけで3分の1正解したら1000枚くれるチャンスゾーンは強すぎるもんな。で、投資2万1000円でここ46枚貸し出しのお店なので、ここ突破すればプラテン。さあ頼むぞ。中いきます。マジこうなるとこの騎士はやばいよ。お願いします。 OK。 292ゲーム、投資が2万9000円。本日3回目のチャンスオン。前回が右、前々回が左、つまり左右と来てるわけよ。左右って来たらもう中しかないでしょう。中でいきます。お願いします。 OK。 なんとか3分の1で成功と。それはね、左右と来たら中ですわ。これ外してたらマジ結構とんでもない投資になっちゃったんで一安心。でこれ1000枚出るっていうのは確定してるんですけど、1200枚1300枚くらいなら出る可能性あるんでね、まあ、1334枚投資なんでワンチャン出る、そんくらい。この地で、ね、特化ゾーンというか獲得枚数がストップするホールドっていうのがあるからね、そこで増やすんよ。はいはい、ホールドタイム。これが要は、まあ、特化ゾーン的立ち位置のやつ。10ゲーム間転落しなければラウンド2に行けるよっていう。リプレイとこの3枚ベル、これが転落のピンチみたいな。でこれでラウンド2で、これで全部突破すると最終的に20ゲーム間ホールドしっぱなしのゾーンみたいのに行くんよ。あー終わってしまいましたね。このホールドしてる間に35枚取ったよっていう。だからいかにホールド中にメダルを獲得できるかっていうのが重要、この機種は。ということで終了。1198枚。でもこれでトントンとまではいきませんけれども、マイナス200枚ほどまで復活と。速攻でチャンスゾーンぶち込んで、エティぶち込んでってやったら一瞬でね、持ち玉2000枚だから。でそれを繰り返し続けるとなんと1万枚出るというね。はい、何回押してもいいね。これはで、これをまず完走させたい。2万5000円。76枚でバトルかな。おパンチいけるでしょ、パンチなら。オッケー、はい2ラウンド。おーせいや、ヘッドこれあるか。せいやかな。オッケー、これおそらく確定パターン。しゃべらせない。ここで強点が引けるともう濃厚でしょう。えまあまあまあ、はい、やっぱこのひりつきだよな、せいやは。うわ、さっきもいたなこれ。うーはエーペックス激しい。ありがとう一気、ありがとう。これかサムネイル、サムネイルゲット。いいね、箱使えるよ。まあ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 、オッケーオッケー。280枚。よーし、さりげない、このさりげない強敵。もう俺今さらドルクラとかやる。すいません。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。
あ、大丈夫だよ。すいません、ありがとうございました。ごめんなさい、助かりました。はい、ドルクラ事件ありましたが思い出しました。僕は今日チェリーも聞いてます。終わりか。あ、二人いる。奇数室だ。そうだよね。はい、2ラウンド KO。 奇数室だ。やっぱ設定1っぽいんだよな。まあ、ほとんどトントン。まあ、トントンだね。ワンチャンあるか。オッケー、402ゲームようやくチャンスゾーン当選しましたね。もちろん持ちコインです。さあ、ここを通せば一気にプラテン。さあ、行くぞ。左右中と来てるわけだから、ここは流れに沿ってそのまま左で行きます。お願いします。オッケー、これでプラテン。なんて簡単なんだろう、リクラホールド。もうああいう履歴が見える系の3択当てとかすごい得意俺。最初の2回はね、履歴がないから流れをつかめなかったけど、3回もチャンスをやらせてもらえればね、見えてくるんですわ。ホールドタイム2回しかなかったわ。1097枚。ということで、これで持ち玉がおそらく1500枚くらいになったと思います。来たわ、やったったわ。4ゲームでチャンスオン当選したわ。これ取ったらもう一撃ね、2000枚だから。ここほど重要なロリクラチャンスないよ。さあ頼むぞ、マジで4ゲームだからね。左右中左と来たら、この右行きたいところなんですけど、今までの流れ通りじゃない、このロリクラチャンス。ここでひとひねり、少しずらして中、左はやりすぎ、中だね。いきます。ほらな、少しおかしなことが起こったときは法則がちょっとずれるんよ。もうね、履歴さえ見せてくれればこんなもんだから。これで3連続で突破してんのか。まあ俺10連続で突破するつもりで座ってるんで、ここあと7回ね。またホールド全然来なかった。ホールド2回の1068枚。もしかしてこんなもんなのかな。2、300枚増やせるイメージだったけど。そしてね、また引き戻しちゃいましょうか。行くんじゃない？え、行ったってことこれ。はい、やばくない？また4ゲーム左右中左中と来てるわけだ。さっきは4ゲームでのロリクラチャンスでちょっと流れが変わったけど、逆に言うと今この流れは本流であると考えると右だと思うんだけど、でもね、左か右なんだよ。左のパターンもある、中はないと思うよね。いやでもね、もうこの流れは本流と信じて右行きます。お願いします。な、言ったろ、完璧な読みだったね。はい、これで4連続正解。これもう一撃3000枚だ。簡単ロリクラホールド。はい、今回は結構取れたね。1217枚。これで持ち玉が3700枚くらいはあるんじゃねえのかな。ここで引き戻したら半端ねえぞ。あー、さすがになかったね。まあ十分でしょう。一撃3000枚だもんね。よし、ガンガン回していきましょう。もう設定した4人、2人は奇数室だ。704枚で終了。おお、燃えてるわ。このパンドラの箱開けたいんだよな。え、ペイントチャージに変わったんだけど、赤で。なんじゃこれ、パンドラの箱開けちゃったよね。俺のコスモよ。496ゲームコスモポイントから当たったね。今だいたいトントンくらい、2万5000円投資の持ちコイン1300枚くらいかな。しかし次はね、もう行くと思うんだよね。あ、バッテリー変えるわ。こっから長い長いセイントラッシュが待ってるから、行くよ。まずは青から。青で1回耐えたんだもん今日が。行くぞセイヤ。6%アップ。次赤ね。開けちゃうすぐ。
だよね。行きます。あ、やっぱ黄色だわ。どういう整列なん。行こう、せいや。いいよいいよ。91%。そして継続ストック1。もう絶対に絶対にいったわ。これでもし落としたらもうよだれ垂らしながらおちんちんダンスするわ。バン覚悟でいくわ。おちんちんダンス。さあおちんちんダンスをかけたバトルいきます。サロン 91%。 OK。 そりゃそうだよね。これはおそらく継続番号いきます。あれ怖い。 9% 引いちゃう。俺の剣とお前のオール。オッケーオッケー。目が刺せないけど。怖い怖い。ローリングのワー。大丈夫でしょう。タペ。9%の恐怖。まずいっしょ、さすがに。なあ、冷静に考えて。え、マジで？え？なんなん？え、マジなんなん？ダメだって、それは。マジかよ。これは行ったんじゃないか。ここがつくのは初めてだわ。ああ、レア役ね。ドン。おっ。物質はスルーしなかったけど結構かかったな。354ゲーム。さあまた当てちまうか。今日は左右中左中右と来てるわけだ。この流れに素直に乗っかっていいと思うわ。左ここ正解すれば5連続突破。こういうことなんよ。すごくない俺。ということで5連続正解。これで4000枚になるね。簡単だな。ロリクラ、ロリクラだけ打ってれば家が建つかもしれんな。チャンスオン突破率今日7分の5だからね。でもねホールドタイムが本当に下手なんよ。さあホールドタイム今回全然伸ばせてないぞ。見た目以上に難しいわこのホールドタイム。久々にラウンド1突破したな。どうだ。さあ久々のラウンド3ファイナルラウンド。オッケー。さあついに完走してやりました。これで20ゲーム転落が行われないブレイクタイムってやつに入るんじゃなかったっけ。うん、そうだよね。毎回これができてればねとんでもないんだけど、そういうわけにはいかんからな。はい、なんだこっからどうなるんだ。 JK ゾーン。あ、そうだ、こっからはもうあと自力で継続できるようゾーンだ。こっからは保証のないホールドタイムってことだね。これはマジでかいわ。200枚取れてるもんな。あーまずいね。どうだ。あーついに終わってしまったか。284枚取れました。毎回これできてるやね。はい、ということでめっちゃ取れました。1377枚。これで持ち玉がおそらく4300枚から4500枚くらいあると思います。さあワンモアマッチ、ここで来たら半端じゃねえけどな。お、いったわ。さあやってやったぞ。6ゲームここ突破すりゃ5000枚だわ。今5連続正解してるのかな。さあどうするかな。左右中左中右左って来てるわけね。ここはかなり難しいな。やっぱりこの一発目のワンモアチャンスの引き戻しは流れが少し変わると思ってるんですよ。今までの感じだと、まあ、第一候補が中、左は候補に入ってなかったんですけど、逆にこの流れになるってことは左なんじゃないかと思いまして、私左から行かせていただきます。ちなみに今日この台2連続で同じとこが正解になってないんですよ。まだ来るならここかなと。左行きます。突破すれば5000枚。さすがにか。あー右だったね。あーなるほど。まあでも右は押せないわ。押すとしたら中だったから、もうこれはしょうがないね。オッケーオッケー。あ、そしてワンモアマッチまた来るのか。もう一回やらせてくれ。次なら当てられる。かー2連続は無理だったか。いやー当てたかったけど右は当てらんねえな。
当てらんない。中だったらかなり悔しかったけど、もう右だったからもうこれはしょうがない。いやー、今日一のハマり食らっちまいました。732ゲーム、どこまで行っちゃうんだと思ったけど、なんとか当たってくれたわ。さあ行くぞ。でさっきのでもパターンは見えてる。左右中ってきて、左中右ってきて、で左右ってきてるわけですわ今。てだったらもう中しかないでしょ。完全にパターン入ってる。おいね、さっきのミスによって完全に見切ってた。オッケーオッケー、この700ハマりなかったことにできるね。今回のチャンスは正直かなり自信があったわ。いけると思ってた。オッケー。いやー結構かかったね入るまで。さあ行ってやりましたわ。ブレイクタイム。ここに来てホールドタイム上手くなってきたな。ほい。さあこっからはJK ゾーン。今112枚なんで200枚くらいまでは増やしたいよね。かなりまずいけど一瞬で終わったわ。110枚。はい、ということで1178枚。さあここで引き戻しちまうか。ワンモアマッチはなしか。あーだね。よし、じゃあもうここら辺で終わりにしますかね。いい区切りだと思います。ワロさんがどうなってるかちょっと分かんないですけど、まあ間違いなく俺が勝ってるでしょう。簡単だったねロリクラホールド。545枚。ストレスだ。もう3か1と思ってる。あーそこなんだ。ここで527ゲーム、メガミゾーステージ、はい、537ゲーム、直撃だ。もうこれ今日ラストだな。うわ140枚、でもこの差もあるわ。これがこう出てくる、こう出てくる。OK、 はい終わり。490枚でもこっからだから。さあ相手は誰だ。さあこっから今度こそ見せてやる。これは生徒の真の力を。強気なテレビエフェクトあり。はい攻める。ゴールド戦闘を倒した俺のカスクロスの色が決定的だ。実なしでやばいか。これ揃えられれば頼む。つい今日1回も揃ってない。さらに追い打ちをかけてかのような。いけ揃わない。もうマジか。行くんかい。第3ラウンド行け。今日が熱いんじゃない。ゴールド戦闘を倒したら必ずチャンスが来る。なんか俺は諦めない。エフェクト、うわー来たー。行くぞー。あー行けない。熱い。なんて熱いんだ。あー強攻撃。マジかこれ。食らってつりや。立てよ。立ったわな。マジかこれ。この暑さ残してるか。せいや、これで今日のピークまでデラマイいけるかな。でかした。打ってよかったわ。嘘だろ。130枚。すげえ大きいのいった。あれサイズあるんだ。これなんかあるだろう。いった。さらに初めて。せいや、この佳境で見たことない演出が出まくっている。せいやで何もなく終わった感じ。ここだよね。ファンタジーだこんなの。ドラえもんかと思ったもん。いけ。かっこよ。初めて出てきた。
スペクターは俺が倒す。今日初めてのバトル来たわ。シュラ悪くないんじゃない。あ、3本通せると3桁だ。はい、シュラいいよ。でかい、こっち前。このエクスカリバーがこの聖剣の切れ味身をもって低い。弱い、パンチ。こんなものナイス。ついに、で、50これで引っ張りたい。これいったんじゃない。さすがは。あー、一筋縄ではいかないか。あー、ここで来るか。なるほどね、100万円乗せだったのか。つまり終わりました。はい、デフォルト1196万円。間違いなく今日出たまんのピークにいます。カープ押しさが全然出ない。はい、ありがとうございました。サンクチュアリモードでやめたいと思います。おそらくゆとりが大勝ちしたんで奢ってもらえると思います。でもね、僕もまあまあ勝ったんで最高のごちそうになりました。グラフがこんな感じだね。あー、まあ俺は設定3か1かで引きが強かったんだと思うけど、これがマジで1だったら、うん、やれるなって思ったわ。じゃあごちそうリパートで行く。はい、ということで店内状況でございます。まずこちらモンキーターン4、ガチガチの勝ち盛りで2箱。はい、こちらがバイオハザードですね、2箱。そしてこちらの別積みもバイオハザードですね。で、お隣こちらの別積みがギア3、そしてギア3こちらも2箱。そしてこちらは持ち玉ないんですが、こちらの方は先ほど、この台5、6角が出たとおっしゃってました。なのでギアスは全台かもしれないですね。さあ、そしてこちらの別積みが、シンフォギア。はい、そしてこちらの別積みがエウレカ3。はい、そしてこちらもエウレカ3。こちらは一箱勝ち盛りって感じですね。さあ、そしてこちらがパチスロウェイクアップガールズ1箱半。はい、そしてこちらの別積みがセイントセイヤスペシャルの方ですね。はい、そしてこちらの別積みが番長ゼロ。そしてこちらの別積みも番長ゼロでございます。はい、そしてこちらの別積みがリゼロでございますといった感じです。以上、店内状況でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、じゃあ早速収支の発表しちゃいますか。いきますか。はい、じゃあ私から行かせていただきやす。どっちでもよかったんですけど。そうですよね。私、はい、セイントセイヤ名誉復活もう打ち切りまして、はい、投資が25,000円。まあ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 行きましたね。はい、回収2469枚、よってプラス1319枚。素晴らしい。最後は愛でダンダンっていきました。はい、やっやっぱりセイントセイヤとアロス、はい、間違いなかった。間違いなかった。どうやったら負けんだろうみたいな。25,000円入ったけど、これどうやったら負けんだろうって感じでした。ということで、私いいですか。はい、お願いします。私投資が29,000円。もう結構入りました。結構いってるんですね。結構入りました、はい、1334枚。そして回収が5413枚なのでプラス4079枚です。そっか、そうじゃん。これオープニングで言ったよね。ロリクラだっけ。ロリクラだっけ。ロリクラロリクラというとやっぱりすごいな。世界記録の可能性あると思ってまあ少なからずあの映像には残ってないだろうね。だって粘らんやん。そういう台じゃないから、ね、そういう台じゃないから、はい、ということで、まあ、僕が爆勝ちしたんで、はい、すき焼きというお話だったんですけれども、はい、まあ、なぜここの事務所にいるかというと、お店、はい、もう行けるっちゃ行けた、まあ、スケジュール的にも。ただ結構そのカツカツというかかなり無理がある。無理がある。じゃあ作ろうとなったわけですけれども、どうせ作るんだったらもう全てがマックス。マックスがいい、ね、全てがマックスのすき焼き。ワンチャンもうお店も超えかねない、自分たちの好みの最強のすき焼き今から作りましょう。世界記録今日2本取っちゃう。2本取っちゃうじゃん。で、食材なんですけど、まあ、肉は僕が買ってきたんですけど、まあ、野菜はちょっと何を入れたらいいかとか、どれが鮮度がいいとかは、うん、やっぱプロに任せた方がいいかなと思って、ワドさんにね、お使いを頼んで、一番いい野菜を頼んできたんで、はい、ここでね、俺が野菜も担当して、俺が買っちゃうと、なんか変な、これちょっと傷んじゃってるよとかあったら、泣いちゃうじゃん。で、肉はね、その分あのお店の人に一番いいの頼むって言ったら出てくるから。確かにね。そう。あ、はい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 。なので、
お肉担当が僕で、で野菜を買ってきてもらいました。野菜のプロ、はい、はい、任せてください。じゃあもう行きましょうか。はい、見せてください、はい。まず注目していただきたい、買ってきた場所、うん、はいはい、はい、かのデパート高島屋多分だけど、ね、ゆとりくんは入ったことがないかもしれないんだけど、うん、まあ、トイレ借りるとかだと思う。めちゃくちゃ綺麗だからな。めちゃくちゃ綺麗だ、はい、でまずこの袋が20円。お、袋が、はい、袋高いよ1円単位っていうのは相場決まってると思ったんだけど、でも美しい地球を次世代で、あ、まあその意識の高さでプラス18円くらい、ね、そう高島屋って野菜売ってるんだね。まあデパートだからデパ地下だよね。ああ、なるほどね。素材まんまで売ってんだね、デパ地下って。もうなんかプロのシェフたちが作ったやつしかないんだと思ってた。俺もそう思った。あったんだ、デパ。あった。びっくりだね。じゃあでは、まあ、とりあえず、まあ、かけやすいところの豆腐、焼き豆腐、こちらいいんじゃないですか。何かの御用達って書いてあるもんね。まあ、やらしいお前のために値段を教えてあげるわ、はい、この焼き豆腐200円。豆腐の中ではいい豆腐。あ、なるほどね。続きまして、はい、京銀味さんの糸こん、うん、はい、こちらは142円。ちなみにこれは高い。あ、これは高いんだ、はい、まあ、だんだん徐々にですから。徐々にって言ってもこれ野菜だからめちゃくちゃ取りすぎる。やばい、じゃあ続きましたが、長ネギ、埼玉県産だね。見てこの太さ。あ、めちゃめちゃぶっといね。あ、これいいじゃん。こちらのネギが368円。そんなもんなんじゃねえかと思ったけど、ちょっと安い。こんだけぶっとくて2本入ってたら、うん、いい買い物なんじゃねえか。続きましてが、まあ、ゆとりくんと僕が好きなもの、うん、あ、共通してますよね。春菊、これが一番うまいから。ちなみにこちら、うん、もう確定無添加。おお、なるほどね。農薬一切使用してません。お、素晴らしい。まあ、このブランド山下農園さんは農薬使いませんよっていう、はい、1つ432円。もう2束、うん、春菊足りないっていうのが一番怖いから。まあそうだね、うん、春菊ってこんなそれなりの値段するものだったかな。あ、でもスーパーで普通に買うとこのくらいで100円とかだね。4倍。お、じゃあ急にバカ高いやん。最上位の今日はすき焼きですから、うん、で、白菜、こちらあえて購入してません。極上のすき焼き、うん、白菜の水分でごまかしたくない、薄めたくない。あ、なるほどね。 120% で食いたいじゃん。味の変化すら嫌っていくわけだ。そう、なので刃物はもうこれで終わりですね。続きまして、お、あと何かあったっけ。あ、しいたけ。これすごいね。え、ちょっとありえないけど大きくない？違うキノコじゃないの？ちょっと怖いもんね。でも大きすぎない？だって俺の拳くらいあるけど。だから6つで2000円だから、まあ、2000円はすごいね。1ついくらだこれ、300円とかするのかな。白菜が悪いってわけじゃないんだけどね。まあね、今日はそうしたかった。まあこれもやっぱこのうちらでやるからこそできるカスタムだからね。高いお店行って、いや、ちょっと白菜の水分気になるんで抜いてくださいって言えないじゃん。言えないじゃん。旬に多めいけますよね。言いたくないしね。こういうのができるのが個人税のいいところです。個人税のいいところ。そうだね、うん、で最後、はい、まあ、野菜これで終わりです。最も大事と言っていいであろう、うん、卵。あ、すき焼きって言ったらさ、はい、行われました、はい、こちら街道ロード違ったね。どこ読んだのかなって今探しちゃったもんね。もう一回もう一回行こう。はい、こちら北海ロード。あ、なんか入ってるね、北海ロード、うん、こちらの卵1160円。うわ、それはめちゃめちゃ高いわ。なので1つ200円くらいします。それはすごいわ、はい、俺卵だけは買ったから相場が分かるからすごい高いわ。だから1個で1パック買えちゃうから、ね、いや、これね、すごい高いね、これね。っていうのをお使いしてきました。あー、いや、素晴らしい。え、じゃあ大体どんくらいだ。だってもうここだけで3000円だもんね。そうだね、うん、じゃあこちら2人前のお野菜、うん、卵合計が4918円。うん、なるほどね。いや、2人前でこの量の野菜でそれはいい贅沢してるよ。いや、素晴らしい買い物。いい、まあ、頼んでよかったわ、はい、うん、俺とかバカだからもう白菜一束買ってきたっつって食べきれねえんだよな、うん、じゃあ主役出していいですか。まあ、すき焼きのお肉、はい、まあ、どこで買おうかなって思った時に、バロスさん今半って知ってますか。おい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 、パチンコは丸半、牛肉は今半で、そこ決まってるからね。まさかあの今半でチンコはさん、そうそう、すき焼き今半さん、そば決まってるわけだ。はい、今半さんで一番いいの買ってきました。今半の最上級ってやべえぞ。それがこちら、やば、この刺しよ、完璧じゃん、バランスが、うん、めちゃくちゃ綺麗じゃん刺し。もうすき焼き用として最強の肉を
いや嬉しい、ありがとう。でこれだけじゃありません。今半さんって、はい、まあ、要はすき焼きうまいわけじゃないですか、はい、すき焼きって、まあ、お肉もうどん大事ですけど味付けがあるじゃないですか。まさか今半さんのまさかまさかの牧場終わりした。多分だけどこれランク、まあマックスです。マックス、マックスです。え、マックスとマックス、マックスとマックスを掛け合わせてしまいました。贅沢の極みじゃん。人形町今半こだわりの材料のみを使い、美味しさを極めたすき焼き割りしたんです。さすが5000枚男は違うわ。そうでしょ。で皆さんね、これ何気になると思う。俺が気になってるでしょ、まあ、すき焼きって贅沢品だから結構まあ値段で食う部分正直あるんだよね。優しいけどいくらだと思うんですよ。まあ僕もやっぱり料理人というか、まあ、飲食店経験があるんで、うん、まあ、ざっと見た感じだと、まあ、先にこのすき焼きの割り下、うん、これがまあ2000円くらい、うん、この肉だとおそらく、まあ、A5 ランク完璧なトギミング、うん、300g 5000円で考えて今半ってブランドが乗っかってグラム6000円くらいだから合わせて、まあ、2万2000円くらい。おー、なるほどね。こちらの今半最強のすき焼きお肉、そしてこちら今半最強の割り下、はい、合わせて9800円。聞いて聞いて、まあ覚悟していったわけ。別に値段知らないから、うん、もう3万から5万かかるだろうと、その気持ちで想定していって1万円でお釣り返ってた。お釣り返ってた。なんならこれ1000円だったやめとけ、やめとけ。この金幕牧場パチンコだったら確定だぞこれ。これ1000円だと、じゃあこれが8000円くらい、まあまあ、まあ、9000円近くって感じで、まあ8000何百円だけど、いやびっくりした。間違ってないのかなと思って、特に指摘もしなかったけどいいんですかね。イメージよりもだいぶお求めやすいんだね。お求めやすい。これで最強のすき焼きできたらここ店行かないかもしれない。何はともあれ、まあ、ごちそうしてもらうことには変わりないんで、うん、まあ、調理は僕の方で、お、いいんですか、やらせてもらいます、はい、完璧な調理を、はいはい、まあ、結構そのつもりでも言ったけどお願いしますよかったわ、素敵に言ってじゃあまあもう用意するんで、はい、待っとってください。わかりました。完璧なすき焼き用意します楽しみ。いいね、春菊大量で、こんくらい欲しいもん、やっぱりこれね、めちゃめちゃいいね。ネギマジ太いね。ネギの根がすごいわ。人生で食ったことない太さかも。俺の指2本分くらいの、これなかなか火通んでないよ揚げ物椎茸バッテリーレッカー、お、飾り付けちゃうか。これあれじゃん、タニアンだったら僕のお夜食になるところじゃんあ、そういう風にするんだね。わかんない、このサイズのキノコ知らないからそうだよね、そんなに大きくないもんね。うん、そもそも、うん、俺が人生で切ったキノコ一番でかいよ。これ旬だらうまいでしょ。これうまいだろ。エリンギの椎茸版みたいな。ああ、そうだね、うん、はい、完成でございます。素晴らしい、完璧だった。エリンギは完璧でしょ。迷わなかった。いよいよ、いや、なんでかっていうと食材がいいから。僕は何もしてません。手が勝手に進むんですよこれ全食材を無駄にしたくなかった。いや、素晴らしい。はい、ではね、はい、実食いきましょうか。めちゃめちゃ楽しみだわ。その前に水分補給。そうですね、うん、はい、じゃあ鳥さん、はい、今回はご調理いただきます。はい、いただきましょう。あー、うまっ。この後のアテンド任せてください。合ってるかわからないけど、うん、俺がいろんな YouTube 見てきた経験値から作らせてもらう。なるほどね。一発目は切な敵だから先に卵溶いてほしい。用意しといた方がいいんだけど。そうそうそう、なるほどね、うん、意外と黄身が薄い感じだ。膨らみはかなりあるけど、この卵さ、つまめるんじゃない。やめるやめるメーカーさん出してるからやめたけ。この卵、つまめんじゃない？マジ？俺もチャレンジすればよかったな、それ。あ、溶いちゃった。うん、溶いちゃった。そう、ちょっとだけ白身残して。あ、なるほどね、混ぜすぎない。混ぜすぎない。その卵のコントラストを楽しんでほしい、うん、まずは割り下を、ま、こんなくらい、少量、 あまり入れすぎちゃダメだね。うわ、すごっ、すごいね、すごいね。一枚一枚このシートにくるまってるわ。いきます。いいしまして、まあ、煮るんじゃなくて、まあ、煮焼き煮焼き、もういい。あ、じゃあもう、え、はい、完成。変わります。あ、もっともらって、卵を絡めてね。いただきます。お願いします。
どうですか、信じられんくらいうまい。うまい、あなたがパチスロがうまいからですよ。よかった、パチスロうまくて。あ、そしたら僕も食べていいですか。いや、もうぜひぜひ、はい、ハイボールで流し込んでいい。ためらっちゃうかも。もったいない、ね、どっちがハイボールかわからんくなる。いや、それは分かってほしい。いや、うまそう。うわ、このピンクとね、完璧なコントラスト。コントラスト使いがちだね、うん、で、その卵のコントラストにダイブしてくるめて、でもくるめすぎない。いただきます。どうですか。やばい、もったいない。そうでしょ、信じられんくらいうまいよね。ありげんくらい、ありげんくらいうまいよ、信じられない。今半すげえんだな。すごいね。すごい、業界最高ってな。あとこれ5枚あるんだけど、野菜とか炒めながら。そうだね、野菜も食いたいね。俺挑戦していい、俺のオリジナルやっていい。お、いいよ。今回ね、お野菜大きいから、はい、煮るだけじゃもうクタクタになっちゃうと思うんだよ。表面を一回焼いてやることによって食感が死なないんだよね。焼いて煮るってこと。そう、ああなるほどね。まあ、初めなんで、まあ、立派なやつならこう。このネギ何度見てもでかってなるな。でかいの。これ焼き色がね。これ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 六六六六六六。いやー、うまそうですね。うまそうだね。これでも美味しいんだけど、まだいっちゃうこれ。あれしたこと。うまいでしょ。うん、この根元は食えんじゃん。こいつがどんくらいいってるかにもよるじゃん。あ、判別していいですか。品種いってください。うまいだろ。めちゃめちゃうまいし、俺は全然食えるんだけど、完全に通ってないかもしれない。素材がいいからもうすでにうまい。やっぱりいつもと違うってなる。全然違う、もう香りが全然違う。じゃあ僕もいただきます。うまくない。でも多分火通ってない。でもベストかもしれない。そう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 、口に入れてもその香りはないんだけど、噛むたびに香りがすごいじゃん。何これ。芯だけでこんだけ楽しめたらこれどうなっちゃうの。この傘はまだね、おまけのところだけしか楽しんでないです、うん、すごいわ。すごいよ、ネギね、ぼちぼちいけそうな。マジ、うん、牛肉と合わせて食いたかったらもう一緒に。いやでもネギはネギでちょっと行きたい、行きたい、絶対行ける、太いと絶対いける。いただくわ、このぶっといネギ。出た。そうなっちゃうんだろうね、太いから。うん、すごいうまい、すごいうまい、うん、ネギが好きな人だったらマジやばいと思うわ。口の中にそんなにネギ入ることあるっていうくらい大きいから贅沢なんだ。すっごい贅沢。そんなにね、褒められたこのネギ絶対熱いよね。くるめてくるめて、この焼きがまたいいね。そう、おネギ、はい、いただきます。そうでしょ、俺ネギ精神じゃん。たまんないわ。こんなに口いっぱいにネギ頬張ることないもんね。うまい、本当にうまいもんしか出てこないよ今のところ。ただ春菊はもうラストで来た。もうこれでね、火通さなくてもいいんで、うん、鍋系の野菜で一番うまいのは春菊だから、ね、ああでもそれ分かる、めちゃめちゃ、うん、春菊をひたひたにしてこいつをくぐらせてくぐらせて、これをいただきます。日本人でよかったと思って、こんな幸せ味わえるの。しかもこれ無農薬。どうりで分かった。分かった分かった。俺の死に勝手でいいや。俺ら多分ね、死にこう特別に考えるけど、世間的には別にそう、ほうれん草じゃんみたいな。え、相当だけどな、この春菊うまいよ。うまい、違う、いつもと。いつも違うね。いただきます。肉と春な。さっきの肉と春。いや、まあ、分かるよ。肉はもうスッってなくなるけど、そうだ、春菊は持続があるからずっと楽しめる、ね、トータル的な幸せ指数を考えると張ってるわ。確かに。じゃあ椎茸いっちゃいますよ。いっちゃいますか。うわ、旬でるね。いただきます。めっちゃいい顔したけど、これもすごい暴力。暴力、うまみバイオレンス。めちゃめちゃ味が濃い、ものすごい濃い。これって味付けがすごい濃いとかじゃなくて、椎茸の味がとにかく濃い。割り下の味はふんわりあるんだけど、もう椎茸のうまみがすんごい強い。めちゃくちゃワクワクするじゃん、これ。マジかよ、自然界であるのって感じ。すごい、これもうガンツの半分じゃん。食べてくだちえ。怖いんだよね、もう熱いの。もう火傷したらもうこの後の生活が全て終わるから。いただきます。
すごくいいでしょこれ。めちゃくちゃうまい。これすごいよね。あのそうめんのさ、干し椎茸を戻して、うん、醤油と砂糖で甘辛くやつの、うんうん、一番上にいるな。いや、ありえない。凝縮されちゃってるもんね。うん、めちゃくちゃうまい。干し椎茸多分干すことによってさ、旨味なんてさ、うん、凝縮じゃん、うんうん。生だったのに、めちゃくちゃ旨味を蓄えてるわ。ありえん。これやばいよ。やばい。こいつから出る汁全部うまいわ。この化け物椎茸よ。本物が化け物だったね。これマジうまい。うん、一番かも、この中で。ああ、かもね。椎茸がね。椎茸一番かもしれない。ちょっと衝撃度的な。あ、そうだね。まあ、期待してなかった分ね。そう。高いだけあるわ。椎茸は本当に。ね、もしかしたらワンチャン安いかもって思ってる。確かに。この味だったらね。1個300円でしょ。うん、ワンチャン安いかもってなってる、うん。ごちそうさま。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。はい、最後の方無言で食い続けたね。止まらなかった。もう何も感想とか言ってない。枯らしたね。なんならうどん欲しかったよねみたいな。このごちもりって金額でこう測りがちだったじゃないですか、うん、こんだけ高いみたいな、うん、だから今回ちょっと安くなっちゃったなって思ったんだけど、いやいや多分ねお店行くより良かったと思う。やっぱ好みのすき焼きができたから、あ、じゃあちょっと野菜多く食おうよとか、あえてこのタイミングで肉食っちゃおうよとかさ、うん、あ、確かに野菜焼いてみたいとか、ね、そう自由にできたじゃん。これはね完璧なゴチになったんじゃないかと思うわ、うん、完璧だった。俺も楽しかった。自分で頑張って探してきた野菜だから上手に焼いて美味しく食ってほしいし、うん、まあ、それが要は達成できたから結構満足感のあるね。椎茸過剰にうまかったし、まあ、椎茸がめちゃくちゃ過剰にうまかったし、ね、いやよかったわ。ということでね、そんなお店のクオリティも超えてしまったんじゃないかと思い出しているセブンズ TV 最新スケジュールはこちら。遊びに来てくれた方では椎茸の軸ステッカーお配りしております。ぜひもらいに来てください。ということでワロスといえばせいやだよな。やっぱり間違いなかったぜ。ゆとりといえばロリクラだよな。これも間違いなかったぜと思った方はね、ぜひチャンネル登録をして、ここのヤバい掛け算の動画また新たに上がると思うんで、ぜひお楽しみに。そしてお店でできる贅沢もいいけど、こうやって自分たちでカスタムするこういう贅沢もまたそれはそれで素晴らしいよねって思った方は、ぜひ高評価の方をよろしくお願いいたします。ということで、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。100点だね。100点。次もすき焼きいけんじゃない。いけるね。こすろ。マジうまかったわ、うん、達成感すごいもん、うん、過剰にうまかったもん、うん、うまかった。完璧。